他の賞といえば、梅の木とどろき吊り橋、こちらです。ですね、今冬季営業してないお茶小屋があるんですが、ここですね、梅の木とどろき公園吊り橋、こんな感じです。マジで、あららら、自転車は通らないでくださいとあります。では行ってみましょう。全国の吊り橋マニアの皆さん、こげな感じですわい。タラララッタッタッタ、おお揺れおる。ここから懸垂したら、あ、ここからだろ。いつも思う、吊り橋に来るたびに勝手にしたら怒られるかな。おしっこちびりそう。揺れてます？揺れとるよ、バンバン揺れよ。いや、茶さん、揺れよ揺れよ。あ、揺れてます。グワングワン揺れよ。いや、歩いてたらようわからん。これ、うんこ？いやいや、昨日びっくりした。誰かがこんなとこで揺れてます。バンバン揺れてます。確かにここロープかけて 50m ないな。降りれますね、これ。ということはこっち側にも道がある、あったってことだね。あら、あそこに橋がかかっといよ、ほら。うん、だけど元々道があったってことだね。とどろき梅の木、いや梅の木とどろき吊り橋公園吊り橋、あ、梅の木とどろき公園というのがあるんですね。ここにどこが公園、どこが公園、どこが公園、ここから、なんて、マジで、もう残念、もうまた行かなん、今度。へえ、遊歩道を 300m 進んで天を見上げろと書いてあります。15分、今ここでしょ。そっから15分行ったら、なんか清涼で豊富な水が、高さ滝があるって。下断崖の岩肌を轟音とともに流れ落ちる五箇荘ならではの光景があるって。しまった。 あらら、こっちが行き止まりなわけね。こっちは行き止まり。今ここにいます。どこだ、え、 We are here。 どこ、向こう坂山、ここ、あの釣り、あのスキー場ですね、五ヶ瀬のスキー場、国見岳、この辺か。もしもーし、芝、あれ、狩俣教場、ここの辺のどっかで、あ、ここか。もうちょっと元気、午前中だったら元気があったのに。くっそー、うほー、行くのか行かないのか。300m しか離れてない、絶対嘘。徒歩15分が 300m なわけがない、わけがないけど、とりあえず行ってみます。今日は山登りをしなかったという理由もあって、親父3人が歩いてます。果たしてどんな轟きが見れるのか。轟きは車を3つ描きます。轟きです。あれ、何これ、しまったね。わあ、ちょっとはしごがですね、一部損壊してるから、酔っ払ったらバキッと踏み抜くような感じ。
でも上は綺麗な東屋があります。じゃあもうののとりあえず登ってみます。うわー、朽ち果てる寸前かな。下は上は丈夫なんですけど、間違ってここを踏むと危ないですね。よいしょ。あずま屋がありました。よいしょ。昨日食べ過ぎました。お、トドロキまで230進んだじゃないですか。マジか。梅の木トドロキ、うん、先ほどと書いては、ね、幻の滝がこの先に木漏れ日広行ってみます。うん、あ、いたいたいた。もう膝がき始めた。バインバインって感じで。あ、結構下に降りていくんだ。これが15分たるゆえんかもしれん。あはは、上りだ。ふぅ、うん、あ、ちょっと体感温度が変わってきた。寒くなってきました。 T シャツ。梅ヶ江の滝、龍門橋、龍門ブリッジ、falling down, falling down, falling down。おお、轟まで80メートルです。もうすぐじゃないですか。これは期待できます。幻の滝ですよ。誰が発見したんだろう、こんな山奥。マジで、うわー、あら、うわー、トドロの木、うわ、梅の木、トドロキ公園。おお。昇竜の滝。これは来た甲斐がありましたね。え、あ、マジかマジか。おお、おい、おい、おい、干瀑台入り口。うお、うお、うお、すごい。一旦ビデオはオフ。ここが梅の木轟公園開園記念植樹、泉村長草西さん、昭和61年です。はあ、あららら、
すごい。何様すごい。まあ15分は大げさで、往復15分かな、往復15分ですね。そしたら納得。バキン、うわ、いや久しぶりに秘境に来ましたよ。秘境に来ました。秘境です。めちゃ秘境です。ふぅほぅ、梅の木、トドロキ、おい、うわーすごい。帰ります。梅の木トドロ公園吊り橋、梅の木トドロパークサスペンションブリッジ。橋の長さは116メートル、板の厚さが20センチ。現場から中継その2、テイク2でした。現在地ここです。ここをこう行ってここまで行きました。まあ、片道15分、戻り20分って書いてありますけど、これは高齢のお年寄りだったらそれくらいってことですね。まあ、今60歳先頭にいらっしゃいましたけど、往復で15分では戻れました。そんな感じで行けます。おお、さっき見たのはこいつですね。帰ります。